すごく聞いていて、セクシャルマイノリティの隔絶されている人たちが自分と同じような人たちがいるんだというのを何らかのきっかけで知って、ガーッと例えばネットを調べて、でどっかの場に行って、例えばこの前あったパレードのような場所に行って歩いて一緒に歩くことで、あ、同じような人こんなにいるんだっていう、その最初の気づきを得て、で自己需要に行くっていう感覚とすごくなんか共通の面もたくさんあるんだなということを思いますね。そうですね。あと一方でやはり危険も感じていて、やっぱりその自助のような場所だと、どこまででも受容されるんじゃないかっていうような錯覚にも陥ってしまうので、それ分からない、どこまで、だからどんなことしても許されるっていうかその例えばなんだろう、もちろんリストカットとかそのオーバードーズとかで何度も何度も救急車で運ばれる人もいるし、よくあったのはやっぱり万引きとかいう行為、例えばこの中にも出てきてましたけど、なんかこう一緒に散歩してて、なんかたまたま入ったコンビニで一緒にいた女の子が万引きしちゃったりとか、なんかそういうのってあんまりないじゃないですか。万引きするときって多分一人でやるものだと思うんですけど友達と一緒にいるときに万引きしたらさ、私が謝らないといけないじゃんみたいな私も一緒に謝らないといけないじゃんみたいな、なんかだけどそれが受容される場だっていうふうにやっぱりすごくミスリーディングしちゃうと、どこまででも甘えれるので、まあお酒飲みすぎるとかいろいろ、まあね、お互いに迷惑かけ合ったりもすると思うんだけど、なんかこう再現がない、だからそこはやっぱりある程度その線引きしていかないと、どこまででも甘えていいわけでもないし、実際の 現実社会はやっぱり自分と他者の間には境界線が本来あるので、自分を守るためにはその境界がないといけないし、でもそういうものを一回取り外して、そういう自助で一回自分を再構築しようとしている時だから、危険といえば危険だと思うんですね。だからそういう時期に新興宗教に行っちゃう人もいるし、なんか自己啓発セミナーに行っちゃう人もいるし、なんかそうです、だから紙一重ですよねそこは、今聞いていて思ったんですけれども、その摂食障害の人も、確かに摂食障害という言葉がだんだん認知されていってという過程はあるかもしれないですけども、例えば僕だったらセクシャルマイノリティである、でブラックであるとか、そのなんかその背負っているものが割とはっきりと語られやすいもの、これが原因ですっていうことが、原因っていうちょっと言い方がありましたね、それによって自分がそういうマイノリティ視点を持っていますと、なんか分かりやすく語、分かりやすくいかどうかはちょっと置いておいて、今比較的に分かりやすいと感じられるものと、摂食障害という括りの中にはもっとそれが多様になっていて、当人たちがすごく分かりづらいんだろうなと。だから今その、パートをいくつか分けて編集して、その中に性の問題を語っているところもあれば、母親との関係とか父親とかで、そうやって分けたって、でそれはでもそのそれのいくつも一人の中で多様に持っていて、でそれの原因によった抑圧の原因がなんか分かりづらいっていうか、だからたどり着きにくいっていうところがあるのかなということを今聞いてて思いましたね。だから僕だったら同性を好きになるっていうところのマイノリティ性っていうことで、それで共通する人っていうのを探しやすいじゃないですか。なんかそれが自分の中に複雑にいくつもの原因があって見定めにくいっていうか、そうですね。でもなんか私は結構本に影響されやすいので読んだ本に影響されて、その仮説でもう突っ走っちゃったって感じなので、例えばさっきタミさんのパートのトークの時にちょっと先生もおっしゃってたけど、日本の差別は、差別制度は近代とリンクしてるみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。で依存症も一緒なんですよね、やっぱ依存症がなければこれだけ物も売れないし、タバコもコーヒーも売れないし、ゲームも売れないし、あらゆるものが売れない、だからやっぱ消費社会とリンクしてるんだなっていうのは本を読んで思ったし、
実際自分も思ったし、だから実はこの作品を撮る前にゆらゆらっていう短編を撮ってるんですけど、その中で私がやったことは延々と自分が食べ発狂するために買うお菓子とかパンの成分表をずっと撮ってるんです。実験映画みたいな、頭おかしいのかなこの子みたいな映画なんですけど、それとかもなんかもうカロリーのことが気になってもう眠れないっていうか、物が買えないっていうか、なんか1キロカロリーでも少ないものを買うみたいな、こう取り憑かれていて、でこの取り憑かれてる感を出すには、あ、成分表を全部取ればいいんだと思ってこう取ってんですけど、なんかその異常さ加減というか、なんか太るのが嫌だから一日中映画館にいるとか、なんかちょっと異常でもその異常って自分で言うけど、でも割とそれ女性誌で推奨されてること、あのキャンキャンとかそういう女性誌とかでは自己管理できないとダメですよみたいな、1キロカロリーでも少ないものを選びましょう、そしてヨガとかもやりましょう、そしてキャリアアップもしましょうみたいなことがたくさん書いてあって、これ全部一人でやるの無理じゃんみたいなことが課せられる修行のように、でもなんかそれができて、できればあなたもジェニファー・ロペスみたいになれるよみたいな、なんかジェニファー・ロペスじゃないかな、なんかあるじゃないですか、うん、素敵なお姉さんになれるよみたいなことが書いてあって、まあでもまあ無理ですよねみたいなだからその無理難題をふっかけてくるのが、あ、資本主義なのねみたいなことはその時期になんとなく読み取って、あ、じゃあなんか原因がそこだっていうのが、そう、それが原因だってのは私は掴んだというか、自分でそう思い込むことにしたそれでその仮説で言ったら私の場合はうまく、なんだろうな、うまく回復に向かっていったのかな、ちょっとわからないですけど、それが原因かどうか、うん、その女性ジェンダーで生きている人たちが、社会の例えば資本の論理でいろいろ課せられる、まあ、メイクがうまくなきゃいけないとか、その痩せてなきゃいけないみたいな、それこそが可愛い女の子 で、うん、でそれが男の子からモテるみたいな、それがまあその喜びとしてやっている人と、それが過剰になっていって苦しくなる人っていると思うんですけども、あの何がそこでこう危なくなる時の境目というか、そこに行かないでいるように見える人もいるわけじゃないですか。そこなんですよね。あの一つ言えるのは、摂食障害になっている人たちを見ていて思ったのは、ものすごい真面目な人が多いってことですね、うん、過剰に、なんかいい子、いい子、うん、長女でお母さんが下の面倒見なさいよって言ったらちゃんと見るタイプとか、学校の成績がめちゃくちゃいいとかなんか全部オール5取れって言われたらそれを目指しちゃったりとか、うん、あとそうですね、やっぱり体重の管理とかもすごくやらなきゃみんなに嫌われちゃうって思っていたりとか、なんかみんなから嫌われるっていうことに関してすごく敏感な人が多かったですね、うんうん、それがやっぱり辿っていくと、やっぱり親との関係に行き着くケースが多い。根黒さんはでも自分のことは結構この映画では当時そのように分析してる感じで注意されてますね。そうですね、私の場合お母さんと自分の関係が大きかったのかなって思いますね。それは何で思ったかっていうと、うん、あのなんだろうな、お母さんのことを他人って思うようにしたら治ったんでお母さんはその辺歩いてるおばさんと一緒って思うようにして、もう私の人生に彼女はあんま関係ないし、彼女も私の人生にあんま関係ないよっていうふうに自分でこう認識するようにしたらなんかふっきりとっていう感じで、さようなら、そうですね、さようならっていう感じで、それまではお母さんをすっごい別れせようとして、なんかどうしてわからないのお母さんみたいな、なんかお母さんもなんか差別を受けてきてるのよみたいなことを一生懸命言ったりとか、なんかそんな専業主婦で、専業主婦の民さんみたいな、専業主婦でとか言ったらあれなんですけど、言い訳ないじゃないとかいろいろ言って、
でなんか泣かれたりして、駅のホームで泣くまで冷たりしてでなんかすごい険悪だったんですけど、ああもうこの人ダメだなって思うようにしたら、要するにお母さんも完璧じゃないし、お母さんにはお母さんで自分で気づく時期があるし、あとお母さんも一生懸命いろんなことと実は戦ってきてるんだし、なんかもう責めるのはやめようと思ってしたら自然に治っていったというか、なんか距離が取れたんでしょうね、はいはい、うん、母との距離が取れて、で未だに私に子供を産めとかなんかお見合いの話とかもしてくるんですけど、あとまあそのはっきり言って差別もしてるし、うん、でももうしょうがないんだなこの人はって思うことにして、うん、なんかそれを根頃さんが自分の中で整理していく過程として描かれているワンカットがあって、お母さんが絵で賞を取りたがっているみたいなナレーションがあって、でその後男性がこっちになんか白髪の人たちが割と並んでいて、で絵がこっちにあって、お母さんがその間に座って、まあ、正座してるんだけど、そこのなんか喋ってるのを音はオフにしてあるから、お母さんの動きだけに見る目が集中しますよね。すっごい本当になんか全ての仕草がもうなんか歌舞伎の大山でもそこまでやらないわっていうぐらい典型的な、すごく女性的な身のこなしをする、でしかも男性の前だからそれをやってるみたいな感じがすごくシビアな感じの映し方していて、しらーって感じで、あそこ怖いなって思いましたね。そうですね、でも私もすごいそういうなんかお母さんが成功しなかった恨みみたいなものがあって、お母さん専業主婦だったこと実は多分恨んでたと思うんですよ。でなんか私こんな本来だったら BMW に乗れるぐらい稼いでたのよとか私に言うわけですよ二人きりになった時に。でなんかすごい一人だけ娘だから、私は兄弟の中で、娘がカウンセラーみたいな感じでずっとお母さんの愚痴を聞いて育ってきたので、なんかお母さんは実は専業主婦やりたくなかったんじゃんっていうことと、あと大学を卒業、いい大学を卒業したかったんじゃんとか、キャリア積みたかったんじゃんとか、そういうことを聞かされてきてるから、私の人生は本当幸せでっていう時に、えでもそれ嘘じゃんって思っていて、だからその専業主婦になってほしいって言ってる母も本物なんだけど、あじゃないや、子供を産んでほしいとか思ってる母も本物なんだけど、でもキャリアを築いて成功してほしいって思ってる母もまた同時に本物の母なんですよ。だからそれってでも矛盾する、今の日本社会では矛盾する場合が多いので、なんかじゃあどっちを演じればいいのみたいな感じもあって、混乱してたんじゃないかなっていうのは私の、まあうがった見方なんですけど、私の解釈で、うん、それお父さんというのはそういうことからまた全然違う超然としたところにいる方なんですか？お父さんは不在ですね。私の意識の中でお父さん不在で、実際にその世代のプロジェクト X 的な親父さんたちっていうのはなんかもう家にいるのもあんまり居心地も良くないしみたいな、そういう感じがあって、心交わし合う感じがない、ないですね。まあ子育ては嫁の役割だみたいな感じで、子育てがうまくいってないのはお前が悪いんだみたいなことを嫁さんに言っちゃうみたいな、そういう感じですよね、うん、俺は働いてるんだから家庭はお前がちゃんと管理しろみたいな、そういう感じ、うん、で結構典型的にそういう父母である家庭っていうのはものすごい比率高いと思うんですけれども、 そうですね、うんうん、そこで、ま、女性ジェンダーとして育つ人と男性ジェンダーとして育つ人がいて、男性ジェンダーで例えばこういう映画を作った場合に何か変わってくることってあると思いますか？あやっぱり性的に例えば逸脱している行為とか、あと政治的に正しくない当事者はあんまり撮影しないんじゃないですかね。例えば万引きしてますとか、多分撮らないと思うんですけどね、うん、彼女たちは本当に被害者で清廉潔白で、だからみんなでね、みんなバカにしちゃダメだよみたいな感じで撮るかもしれないですよね、そういうドキュメンタリーを。私は結構彼女たちが例
例えば集団で食べ放題行っちゃったりとかそういうなんか部分は面白いなと思っていて、まあ依存症のままでいいわけじゃないし、依存症のままで死んじゃう人もいるから、それは許容しちゃダメなことだと思うけれども、でも止まんないんだからしょうがないじゃんみたいな、それは私自身も経験して、なんかやめなさいって言われてもやめられないんだから依存症なわけで、やっぱ気が済むまでやるしかないよねっていう部分もあると思うんですよ。だから私のそうですね、まあ、ある精神科医の人の例えばその対処の仕方は、とにかく食べて食べて、もう食べたいだけ食べなって言うんですって。で、例えば80キロとか90キロになっちゃうけど、ある一点まで来るとなんかもう気が済んじゃうみたいで、なんかシューって戻っちゃうっていうか、自分のベスト体重に、だから そのやり方がまあ正しいか間違ってるかよく分かんないけど、でも人間ってそんなもんなんだなっていうふうには、その精神科医の人のスキルを見て思ったりして、だからそのいけないことだからやめなさい、万引きやめなさい、過食やめなさい、ご飯食べなさいとか言っても、まあ止まらないですよね、だから逸脱行為をしてるにはなんか原因があるんだから、まあ、その原因について本人が、自発的に向き合い出すとかっていうことと、あとはとりあえず命に別状がないことであればちょっと許容する方がいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ拒食はやりすぎると本当に心臓が止まっちゃったりするので、それは気をつけた方がいいと思うんですけど。